6月上旬には退場時期を正式発表がキスマイ北山博光が事務所から離れる本当の理由。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。19年に成去したジャニーズ事務所の創業者ジャニー北川氏、去年87の性果害疑惑が波紋を呼んでいる。 混乱に見舞われる中、ジャニーズを去るタレントも後を絶たない。5月2日に、元 V6 の三宅健さん43が22日には、キング、リンチェプリンス、平野志洋さん26と神宮寺ゆうたさん25が退場しましたた。さらに25日にはジャニーズ JR のインパクトオーズのメンバー全員が退場。 5月だけで10人が辞めているんですよ、スポーツ上記者。次は誰が辞めるのか。そんな不安に駆られるファンも多いだろう。特に、身体が注目されているのが、キスマイフト2、北山博光37、だ。4月27日発売の、週刊ふみはで、北山が昨年の秋から事務所と話し合い。 ジャニーズを退場する方向で話がまとまっていると報じられた。同志によれば、後は退場時期を決めるだけということだった。報道から1ヶ月が経ち、X デーが固まりつつあるようだ。テレビ局関係者が語る。今年の夏に退場する方向で挑戦しているようです。北山さんが辞めた後も、キスマイは解散せず、活動を続けると言います。 連日、ジャニー氏の件が訴状に乗る中、北山の退所がいつ発表されるか気になるところだが、その日は着々と迫っているという。早ければ6月初めにも何らかの発表がありそうです。北山さんは5月7日から31日まで堂本光一さん44の舞台、エンドラスショックに出演しました。また亀梨和也さん。 37の主演ドラマ、正義の天秤シーズンに NHK にも出ており、6月3日に最終回を迎える予定です。仕事が一段落ついたタイミングで、ファンに向けて発表するかもしれません。前でテレビ局関係者、キスマイは11年にデビュー。21年には10周年を迎え、ベストアルバムも発売。 デビュー以来、一人も脱退せず、目立った不祥事もなく、ジャニーズの中でも安定した人気を誇る。中でも、北山は藤ヶ谷多穂、35、玉森祐太33と共にグループの人気を牽引する存在だった。そんな彼がなぜ事務所を去ることを決めたのか。芸能プロ関係者は、グループ内での変化が大きいのではないか、と推察する。 キスマイはリーダーがおらず北山さんと藤ヶ谷さんがグループを引っ張ってきました。グループ全体で何かを決める際も、年齢や事務所の入所歴的に、彼らの意見が重視されることが多かった。しかし、ここ数年は事務所の方針なのか、藤ヶ谷さんと玉森さんの意見が優先されていたみたいです。北山さんは自分の意見が通らないことが増え、不満を募らせていたと言います。 北山が抜ければ、グループにも少なからず影響がありそうだ。北山さんは、キスマイの中でも位置にを争う歌唱力と高いダンスの技術を持っていました。メインボーカルを務めることも多かったので、彼がいなくなるのはかなり痛手でしょう。また、北山さんはグループで何か決める際、年下の千賀県栄さん、32、や二階堂孝子さん。 32、ラの意見も聞くなど、気配りを欠かさない性格。リーダーシップもあるので、他のメンバーからも頼りにされていました。グループの潤滑油のような存在だった彼がいなくなれば、他の6人のモチベーションにも関わるかもしれません。前で芸能プロ関係者、デビュー以来、この時代のチャンピオンを目指して走り続けてきたキスマイ。 グループは大きな転換期を迎えようとしている。フライデーデジタル。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。